22年ぶりの開催となる新日本プロレス東京武道館大会。かねてからこの大会を熱望していた男たちがいる。俺の出身地である東京都足立区にも東京武道館っていういい会場があるんだよね。綾瀬の東京武道館でやってみたいもんだよな。綾瀬駅から徒歩7分、唐揚げ専門店東京丸部商店オーナー武士。AEW との合同興行で IWGP 世界ヘビー級王座を奪還した内藤哲也。東京都足立区出身の2人が地元凱旋。プロレスラー目指すって決めた時、初めて行ったトレーニングルームが東京武道館なんですよ。ここでいつか試合をしたいと思いながら通ってたんで、嬉しさが今すごくありますね。成人式といったらね、この足立区民としては東京武道館が会場なんで、浮かれた気持ちで行ったら、まあ、入れなかったっていうね、ちょっとね、まあ、きっと俺のせいじゃないかなっていうのは。いや、あの時ね、確か試合そういえばあったなと思ったけど、その日ね、僕誕生日なんでね、行ってないんですよね。内藤は行ってたっつって。ファンクラブ先行予約で前から5列目で見てたんですけど、棚橋選手がシングルマッチを行ってまして、その入場を近くで見たくて、棚橋って言いながら見てたのを思い出しますね。そしてこの試合はロスインゴベルナブレスでハポンフルメンバーによる同門対決。 LIJ この6人揃うっていうのはね、過去振り返ってもないし、どうなんだろうっていう、まあ、期待ですか。まあ、楽しみですね。特に高橋ロムとは対角線に立つのこれが初めてなんで、そこはすごく楽しみですね。22年前のかつての俺のように、うわ楽しかったな、また新日本プロレス足立区に来てくんないかなと思いながら会場後にしてほしいですね。22年の時を経て、ほらアミゴ、ついに実現したダブル凱旋試合。さあ共に戦おう、共に楽しもう。内藤哲也武士凱旋試合、ティタン高橋ヒロム辻陽太 VS 武士高木慎吾内藤哲也。